皆さん、おはようございます。作家でヨガ講師のカコです。今日も東京はいい天気、皆様の住んでいる地域はいかがですか。さあ、今日も呼吸法と瞑想、そしてね、今日とてもいい話を伺ったので、その話、人の思いやりの話をさせていただきたいと思います。まずはしっかりと背中を伸ばします。両手体側です。さあ、息を吸って、肩と耳思いっきり引き寄せて、吐いてストン。はい、もう一度息を吸って、肩と耳引き寄せて、吐いてストン。はい、吸って、肩と耳引き寄せて、肩甲骨と肩甲骨寄せます。私は座ってます、椅子に座ってますので、太ももの上、安楽座というヨガの座法で、かかととかかとをこういうふうにね、おへそ、これが足だとすると、かかととかかとをおへその真ん中に置いてる人は、おひざの上に手のひら天井です。長座、足を長く伸ばして座っている方、正座、私のように椅子に座っている方は、太ももの上に手のひら天井です。チムドラを作りましょう。親指は宇宙を表し、人差し指はご自身を指し示すと言われています。ヨガの語源、ユジ、 YUZ と書きます。つなぐという意味があります。私たちは地球というね、地球も生命体なんですよね。だから地震が来ると地球も生きているんだっていうふうに感じますよね。なんだか天変地異がね、起こるのはやっぱり地球が、もしかしたらね、私たちが自然環境を破壊しているので、人類が、地球が起こっているのかなって思いますね。地震が起きると、あ、地球は生きているっていうのをすごく実感します。その生き物の上に私たちは借りて住まわせてもらっているんですね。だから地球に感謝しなきゃいけないですね。はい、自然環境もこれ以上破壊しないように、私たちが自分の身の回りでできることを整えていかないといけないですね。私たちは宇宙とつながっています。宇宙の一員です。そういう意味ですね。だから宇宙と同じようなエネルギーがご自分の中にもあります。また心と体をつないでいきます。心と体がバラバラになるとね、自律神経失調症だったり統合失調症という神経疾患になってしまいますので、しっかりと心と体つないでいきましょう。そして今気をつけなきゃいけないのは、まあ、コロナということもあって除菌ということで、まあ、私もここカコヨガスタジオなんですけれども、ここでもね、空気清浄機、加湿器入れてます。まあ、除菌実はしてるんですけど、で玄関には除菌シートを置いて、必ず手を消毒してもらってからレッスンスタジオに入ってもらってます、ね。ただ行き過ぎてしまうと、今はまあ仕方ないんですけど、人間の体、例えば腸にも細菌があって、フローラー細菌っていうんですか、腸の細菌が感染、病原菌が入った時に戦ってくれて、病気にならないように頑張ってくれてるわけですけど、腸内細菌が本当に感染症の第一線で戦っているのかなっていうふうには思いますけれども、人間の体もね、細菌とともに生きてますので、なんか、まあ、コロナは困りますけど、撲滅しなきゃいけないけど、除菌ってやっていて、手洗いばっかりしてると、なんか潔癖症になってしまう人も出てくるんじゃないかなという、ちょっとね、心配してますね。はい、それでは背筋を伸ばして、まぶた閉じていきます。それではヨガの完全呼吸を行いますね。鼻から大きく息を吸います。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸って、お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ったら薄いお腹のまま、胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。
薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐いていきます。吐き切ります。薄いお腹のまま今度は胸の上、鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みましょう。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込んでいきます。鼻から細く長く吐きます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道、スジムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなっています。腹式呼吸に戻ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。さあ、このまま1分間瞑想していきましょう。私は皆様のためにシンキングボールを鳴らしていきます。それでは胸元で合掌します。ご自分が命があることに感謝していきましょう。またご自分の周りの方、ご自分の生活を支えている目には見えない、顔も知らない、名前も知らない農家の方、漁師の方、畜産の方、そして流通の方、お店の方、そして電力会社で働いている方、水道局で働いている方、いろいろな人の力が合わさって私たちは便利な生活が今できています。そんな方々に感謝の思いを送り届けましょう。またコロナの最前線で戦っている医療従事者にも感謝の思いを送り届けましょう。そしてご自分の家族に感謝の思いを送り届けましょう。ご自分の産んでくれたご両親に感謝の思いを送り届けましょう。そしてご自分の大好きな人に感謝の思いを送り届けましょう。ご自分の嫌いな人にも感謝の思いを送り届けましょう。ご自分が嫌いな方はご自分の反面教師として、自分の
中にある嫌な部分を見せてくれて勉強させてくれています。感謝の思いを送り届けましょう。そしてご自分の体に感謝の思いを送り届けていきましょう。吸う息でまぶたを開けます。はい、いかがだったでしょうか。短い時間でもね、体の中完全呼吸すると体の中がすっきりしてくると思います。そして今1分少々ですけれども、ほんの少しの時間でも瞑想をすることによってご自分と向き合うこともできますし、ストレスも軽くなってきますので、ぜひ呼吸法と瞑想を続けてみてください。過去ヨガスタジオではオンラインレッスンもやってますので、ぜひいらしてください。でですね、ちょっといい話をしようと思ってたんですけど、私これから目黒でレッスンがありますので、また夕方あたりに本当にね、心が温かくなる素敵な話を聞いたので、ご披露したいと思いますので、夕方の時間帯になると思いますが、またライブしていきたいと思いますので、お時間ある方聞いてみてくださいね。黒田さん、長谷川さん、山本さん、ご視聴ありがとうございます。それではまた。さようなら。作家でヨガ講師、加古でした。